キネマの神様は原田真派の長編小説。2008年12月12日に文芸春秋から単行本が刊行され、2011年5月10日に文庫化された。2018年には舞台化され、2021年には映画版が公開された。作者の原田は本作は限りなく私、小説に近いというか、 物語の3割ほどは実体験に基づいたものである。残りの7割はファンタジー風になっているが、自分の人生がこんな感じになればいいなという願望を込めた部分もある。からこそ、父の人生にこんな温かな奇跡みたいなものが起きて欲しいと思って小説を書いたと語っている。さらに原田は、父は無類の読書家だが、若い頃は大変なギャンブル好きでいつも借金を。 重ねていた。しかし幸いなことに、兄が小説家として、父のことを書くようになって、自分も作家になってから、父のことをあからさまにさらけ出すことができるようになった。そのため、父が、兄と私にとって、創作という作業には欠かせない力となっているのは、事実かもしれないと従回している。東京総合株式会社に勤める丸山歩美は、課長という立場になりながら、 社内の風当たりと突然の左遷により会社を辞職する。それと同時期に父の演算号は長年にわたるギャンブルによる多重債務により親戚たちにも迷惑をかけ家庭が首が回らない状況なのを知る。父の借金の返済をするためギャンブルを強制的にやめさせもう一つの趣味である映画鑑賞だけを許し自身も就職活動をしてる中、父が 映画の趣味が講じて映画雑誌のエイトモのホームページにいたずら半分で映画評論を投稿したことがきっかけで人生が思わぬ方向へ変わっていくことへとなる。土方よし、秋田うじゃく記念青年劇場にて2018年に舞台化された。脚本は高橋正久に2020年より全国演劇鑑賞団体連絡会議にて全国巡演予定。 松竹映画100周年記念作品として2021年8月6日に公開。監督は山田洋次で撮影に先駆けてこの時代に生きた映画人の人生を映画制作100年の歴史を誇る松竹という舞台で華やかに描きたいと思いますとコメントしている。当初は志村健と須田正樹主演で2020年12月に公開予定だったが、 同年3月24日に、志村の新型コロナウイルス感染が明らかになると、同月26日に出演自体が発表され、政府による緊急事態宣言を受けて撮影が中断された。同年5月16日に、沢田賢治が志村の代役を務めることが発表され、同日、志村の笑顔をスクリーンに映し出したメッセージビジュアルが公開された。一旦、 2021年4月16日公開予定と発表されたが新型コロナウイルスの感染拡大に伴い再延期となることが同年2月12日に発表された。ラグビーワールドカップ2019が開かれていた頃、丸山あゆみは勤務先の出版社で父の借金返済を迫る電話を受ける。その父、郷忠氏は高齢者人材センターで働いてはいたが、 競馬と酒に溺れる毎日で、父や母も知らないところで借金を重ねていた。父は自分の持ち金で借金取りを追い払ったものの、社員契約が更新できず失職する。ふと母はギャンブル依存症の相談会に赴き、その教えに従って、ゴー・タダシのキャッシュカードを取り上げ、競馬を禁止した。行く、当てのないゴー・タダシは妻がパートで勤める映画館。 テアトル銀幕に出かけ、顔なじみの監修、テラシンから、今度リバイバル上映する映画のフィルムチェック使者に誘われる。映画のヒロイン、桂園子がアップになる場面で、あの瞳には、自分が映っていると、郷忠氏は話す。若い頃、郷忠氏は、小竹撮影所で監督を目指す映画マンだった。泉博監督の撮影したその映画で、 ゴ忠タダシはカチンコを鳴らす係を務めていた。スターの桂つらその子からゴ忠タダシは可愛がられていた。また、同年代の映写技師、寺林とは仲が良く、彼らは撮影所近くの飲食店の娘、トシ子とも親しくなっていた。伊豆半島でのロケの時にゴ忠タダシは普段は撮影所から出られない寺林とトシ子を呼び寄せ、オフの日にその子の運転する自動車でドライブを楽しんだ。 その後、ゴー・タダは映画のシナリオを着想する。一方、寺林からはト子への恋心を打ち明けられ、ラブレターを書くことを勧めた。だが、それを受け取ったト子は困惑する。ト子の思いの人はゴー・タダだった。ト子に相談されたゴー・タダは断りの返事を書くよう答える。その返事を、 ゴー・タダシから渡された寺林は、トシとの関係を疑い、なだめようとして、ト子を譲るという里直に立腹、撮影所をやめると話す。ゴー・タダシのシナリオ、キネマの神様は、初の監督作として制作が決まる。撮影初日、緊張する、ゴー・タダシはアングルをめぐって、撮影監督と口喧嘩したはずみにセットから、転落して負傷、それを機に、 ゴー・タダシも撮影所を去り、映画は作られないままとなった。2019年のゴー・タダシが帰宅すると、キネマの神様の脚本を見つけて読んだ孫のユータが、この話は面白いと話しかけてきた。これを現代風に直して、起動症に応募してはどうかという。ゴー・タダシはそれに興味を示し、二人は脚本の手直しを始める。ありがとうございます。